ルーサーバーバ,ーバンクバーバンク種、ルーサーバーバンクは、アメリカの植物学者、園芸家、育種家、多くの植物の品種改良を行った。特に、ジャガイモとサボテンの品種改良の成功で有名。バーバンクによって作り出された植物の品種のうち、代表的なものは、シャスタデイジー、トゲのないサボテン、バーバンク種のジャガイモなどである。マサチューセッツ州のランカスター生まれ。 15人兄弟の13番目で、小学校程度の教育しか受けなかったが、農場で育ち、母親の持っていた広い庭で植物に親しんだ。21歳の時に父親が亡くなり、遺産でマサチューセッツ州ルーネンバーグ付近に6万9000平方メートルほどの土地を購入。1872年から1874年にかけて、 バーバンクポテトと呼ばれるジャガイモの品種を作り出した。彼はこのジャガイモの権利を売り、その金でカリフォルニア州、そのマグンサンタローザへ移り、さらに広大な農園や温室などを建設し、多数の野菜や家樹の交配や育種を行った。バーバンク種のジャガイモのうち表面が赤茶色になったラシットバーバンクポテトは現在でも アメリカで最も栽培される品種であり、アイバホが主産地になっている。バーバンクは植物の学名で命名者を示す場合に、ルーサーバーバンクを示すのに使われる。ウィキメディアコモンズには、ルーサーバーバンクに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。